一式陸上攻撃機。一式陸上攻撃機は大日本帝国海軍の陸上攻撃機である。略称は一式陸港、一式陸攻、一式陸港。連合国側のコードネームはベティ。三菱重工業株式会社。改称前は三菱内燃機株式会社の設計、製造。日中戦争、太平洋戦争で主力攻撃機として使用された。 空気抵抗を増やすことなく行動か、胴体系を拡大することに成功し、96式立甲では胴体下の機体外部に搭載していた爆弾や魚雷を胴体内に収納することを可能にした。エンジンは96式立甲の金星より大馬力の火星を装備し、速力の向上を図った。主翼内をインテグラルタンクとし、4000km 以上に達する。 大航続力を得た。開発当初からビブに 20mm 旋回機銃を装備するなど、96式に比べて防御火器を充実させた。しかし、搭乗員を直接防護する防弾鋼板は重量軽減策から省略された。空気力学的洗練により、大型操発機とは思えない、軽快な運動性を得た。当時、 搭載火機による弾幕と高速力で敵迎撃機から身を守ることが可能という戦闘機無用論が存在していたが96式立港が日中戦争の豊曜爆撃においてかなりの損害を出したことから十二式立港の要求性能には防弾装備も挙げられている。しかし当時最新の研究から近い将来欧米の航空機銃は 20mm 級が 主流になると考えられるが、これに対応した防弾装備と搭載力、航続力を合わせ持たせることは、エンジン出力から見て不可能なことから、防弾は最小限にして軽量化を図り、速力や高高度性能等の向上によって、肥大確率を低下せた方が合理的と考えられたため、要求時点から防弾の優先順位は低く、 実機の開発においても他の性能を落とさないため、犠牲にされたという経緯がある。当然、海軍も十二支立航の要求性能で大丈夫と考えていたわけではないようで、十二支立航が発注された翌年の1938年に、立航護衛専用遠距離戦闘機の十三、思想発陸上戦闘機、後の夜間戦闘機、光、 および四発立港の十三使用型陸上攻撃機、後の深山が同時に発注されていることからもそれが伺える。海軍の性能要求に対し、当初三菱は三発もしくは四発機とすることを海軍に逆提案したものの拒否されている。これは三菱に要求されたのは総発立港で四発立港は翌年に十三主立港として発注する予定がある。 ためで、すでに96式立候と97式飛行艇という実績を挙げている三菱と川西に、総発の12式立候と4発の13式大艇、後の2式飛行艇の発を4発機の経験に乏しいものの、長年にわたってナグラス DC-2 のライセンス生産を行っている中島に DC-4E を原型とした13式大港の開発を発注して、 双発立航と4発飛行艇を確実に実用化し、さらに欧米からの技術導入により4発爆撃機の実用化を図ろうとするのは、すでに都洋爆撃等で大きな被害を受けていた海軍としては自然な判断である。一式立航は、厳しい航続距離の要求性能をクリアするため、燃料タンクに主翼内構造を水密化したインテグラルタンクを採用したため、 全面的な防弾装備、燃料タンクを防漏用のゴムで覆い、被弾により、箱が開いても漏れたガソリンによって溶けたゴムで、箱を塞ぐ装備を施せなかったとされているが、最初の量産機である11型 G4M1 には、前後桁と燃料タイプ側面に防弾ゴムが貼られていた。しかし、これだけでは不完全であったため、 太平洋戦争が勃発すると甚大な被害が発生したことから、1943年昭和18年頃からは、速力と航続力の低下を覚悟の上で、主翼仮面外反に 30mm 厚のゴム板が貼られたほか、並行して二酸化炭素噴出式の消火装置も装備されている。さらに1943年昭和18年春から、 自動消火装置の装備が始まる。この装置は火災を電気的に感知し、自動的に二酸化炭素を噴出して消火するもので、効果の限定的な応急消火装置は、急速にこの自動化装置に置き換わっていき、自動防露は困難だったが、消火装備は充実していった。これらの防弾装備は一定の効果を見せた、現地部隊から被弾しても帰還した例が、報告されているものの、 発火する戦強化では不十分であった。このため性能向上型の22型 G4M2 ではインテグラルタンクに防弾ゴムを装備することが計画されたが、ゴムが熱によって燃料と反応し溶解するなど取り扱いは困難を極めたため、防弾ゴムの搭載は断念され、11型と同じ防弾装備にならざるを得ず、 大家墓器型である24兆型 G4M2E になり、一番燃料タンク、燃料コック、操縦席背面に防弾鋼板が追加された。さらなる戦況の悪化に伴って開発された34型 G4M3 では、桁を一本にした新型翼に変更、インテグラルタンクを廃止して自動防漏タンクを装備したが、構造変更による容量源に加え、 当時の日本の重化学工業の水準で必要な防弾性能を得るためには相当に厚いゴムを貼らねばならず、結果として航続距離が3割も低下するという結果を招いた。もっとも完成が終戦間際であったことと、すでにより高速で設計当初から防弾装備を備えた陸上爆撃機銀河 P1Y1 の配備が進んでいたため、 60機の生産に終わっている防弾ゴムに必要とされる良質な天然ゴムの供給も絶たれつつあった。耐油性のない天然ゴムに貼り付けることでガソリンによってゴムが溶けることを防ぐ金が縁騰防石のネビアン樹脂が注目されていたが抽選までに量産体制が整わなかった。後期千六百一年、西暦百四十一年四月に正式採用されたため、 一式陸上攻撃機と命名された。日本海軍では、急降下爆撃を行える機体を、爆撃機、水平爆撃及び雷撃のみを行える機体を、攻撃機、艦上攻撃機及び陸上攻撃機と呼んだ。これは、日本海軍独特の機種の分類であった。連合国側コードネームは、ベティであった。太平洋戦争でのアメリカ軍は、 日本軍の航空機に対してコードネームをつけて種類を区別していた。戦闘機などは男性名、爆撃機や輸送機などは女性名をつけているが実在の人物との関連はないというのが公式の発表である。しかし一式立候補のベティという名は命名に携わっていた情報部のとある軍曹のガールフレンドの名前である。彼女は ペンシルベニア州で看護師をしていた。機体の左右にある大きなエンジンが軍装に彼女の身体的特徴を思い起こさせて名付けられた。機種から機微までほぼ同じ太さのずんぐりした外見と機微の対空砲座から、ハマキ型、英語ではフライングシュガー。ちなみに96式立交は魚雷、トーピード型と呼ばれ、日本国民に親しまれた。 一式立候のあだ名として、ワンショットライター、一発着火ライター、またはフライングジッポ空飛ぶジッポが有名である。これは、翼内の燃料体育容石が大きく、加えて防弾タンクの採用が進まなかった関係で、被弾に弱く、一走車で炎上したという意味で使われた。このニックネームについて、日本の著作では、1952年、 昭和27年初版の堀越二郎、奥宮正武、冷戦で、すでに言及されている。その他、1942年2月に、空母レキシントンを中心とする、米機動部隊がラバウルへの空襲を行った際に、迎撃に出てきた一式立航17機中13機を、撃墜した、レキシントンの F4 回隊のパイロットが使い始めた、優説もある。一方、航空評論家、 ウィリアム・グリーンが辞書中で日本人の陰口として引用しているということに過ぎず、真偽のほどは疑わしいとする意見もある。一式立候の撃墜された瞬間は、米戦闘機側のガンカメラによっていくつか記録されているが、その映像内でも炎上する機体は少ない。最近では上記のワンショットライターが示すような脆弱なイメージ一辺倒で語られがちだった一位。 四季立港の防御力を見直すような事実も発掘されている。1943年11月20日、パラワの戦い、第一次ギルバート諸島機構空戦に参加した、米区逐艦、キットは、空母、インディペンデンスに向かう、一式立港七機編隊を発見。2700メートルで5インチ砲と40ミリメートル機関砲を用いて攻撃し、30秒後に2機を撃墜。 同時に、海六海、ヘルキャット四機が、一式立行変態を迎撃したが、なかなか撃墜できず、インディペンデンスは、ひかみなりして大破した。残る、一式立行四機は撃墜されたが、最後の一式立行は、海六海の攻撃でも墜落せず、とうとう、海六海は諦めて、一式立行の逃走を許した。アランロビー艦長は戦闘報告書の中で、 一式立交の頑丈さを評価している。空戦全体を見れば5機中4機が撃墜されているのは事実である。しかしながら一式立交よりも防弾装備が充実している。次世代、他国の機体もまた出撃の度に高い損耗に悩むのが常であった。戦闘の度に大損害を出しているという現実について、その責任のどこまでが機体に属するのか。 再検討を加えている文献も出版されている。1930年代大日本帝国海軍は、ワシントン海軍軍縮条約、ロンドン条約で、対米劣勢を余儀なくされた、戦艦、巡洋艦、航空母艦勢力を補うため、陸上基地から発進して洋上にいる敵艦を攻撃する長距離攻撃機、雷撃、爆撃機の開発に力を注いだ。 こうした目的に沿って指定されたのが、海軍高校省の95式陸上攻撃機、三菱内燃機製造株式会社名古屋工場、1935年、昭和10年10月1日三菱内燃機株式、会社名古屋航空機製作所と会消の本機老義士を、主務者として設計された96式、陸上攻撃機だった。細い胴体に総垂直尾翼を排したスマートな、 機体である96式立航は当時としては高い性能を発揮したが、いわゆる都洋爆撃で大きな被害を出したことから96式立航の防備能力を向上させた後継機として1937年昭和12年9月に12式陸上攻撃機が発注され、再び本城記朗義士を主務者とした設計陣で開発に取り組んだ。 1> 第1回一式立候打ち合わせ会で本庄記郎技師、三菱から防備が不十分。小型で航続距離求めれば燃料タンクに被弾しやすいため、4発機にして搭載量、空力性能、兵技創要求を満たし増えた2発馬力で防弾後半と燃料タンクの防弾、消火装置を備えると提案があったものの、和田美沙を航空技術省庁から傭兵については、 軍は決める。三菱は黙って、軍の使用通り作ればいいと議論なく帰却された。1939年10月、1号機が完成。初飛行は1939年、昭和14年10月23日。パイロットは、島活動。1941年、昭和16年、一式陸上攻撃機と命名された。 シナ事変中の1941年5月、高尾空に一式立候が配備され、102号作戦が開始すると投入された。7月27日、生徒方面攻撃がウイとなった。爆弾搭載能力は、前身の96式陸上攻撃機と変わらなかったが、速力、上昇力に非常に優れ、冷戦を随伴して飛行でき、7000メートル以上の高度が通れ、 対空砲、敵機圏外から爆撃が可能であった。太平洋戦争開示、96式立港と共同して台湾からフィリピンのアメリカ陸軍航空基地を攻撃し、B-17 爆撃機を含む爆撃機兵力を壊滅させている。また、やはり96式立港と共同して、マレー沖でイギリス海軍の戦艦、プリンス・オブ・ウェールズと巡洋戦艦、 レパルスを撃沈する、マレオキ海戦など、太平洋戦争初期に活躍した。その後、海軍立港隊の主力として主に、南太平洋方面の対連合軍作戦に従事、したが基本構造の問題に起因する、防弾性能の低さから、被害が増大するようになった。被害は特に来撃時に、顕著、ミッドウェー海戦に見られるように、米軍機でも、 同様の傾向が見られるだったが、それなりの数の護衛戦闘機を揃え、この規模の爆撃機としては良好な高高度性能と防御火力を活かした高高度爆撃を行えば、損耗率を比較的低く抑えることも可能だった。しかし、戦力バランスが大きく崩れ、護衛戦闘機は愚か立候も十分な出撃数を揃えることができなくなった。 対戦中盤以降は、戦術を夜間爆撃、夜間雷撃に変更せざるを得なくなった。それでも、雷撃により、レンネル島沖海戦で、従順洋艦シカゴを撃沈、他従順2隻、駆逐艦1隻に損傷を与え、他にも、トラック島空襲の際に、空母イントレピッドを大破、台湾沖航空戦でも、従順ギャンベラを大破させるなどの戦果を挙げている。また、 この時期に、ソロモン諸島部員で、連合艦隊司令長官山本56、海軍大将が戦死した、際の蒸気としてもよく知られる、海軍港事件を参照。対戦終盤は、特攻兵器、王家の墓器としても使用された。王家はその形状から危害に、装備せざるを得ず、そのために起こる空力の悪化、王家自身の重量、さらには、本機の脆弱性と、 相まって、王家を切り離す以前に敵機に捕捉、撃墜されることの方が多かったようである。また終戦時には、白色塗装の上、緑十字を描いた、緑十字機として、軍史の蒸気に使用された。後継機として、陸上爆撃機、銀河、十三市陸上攻撃機、深山、十六市陸上攻撃機、大山、計画中止、十八市陸上攻撃機、 連山、対戦紹介機、輸送機、対応、計画中止が開発された。一式立行のプロトタイプ、2機製造、参考、中高通信、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。